主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。稲月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれき422回です。422。はい、水月さん、はあ、もう夏は終わりましたが。終わったね。今年の夏はまあオリンピックで随分と暑かったな、盛り上がりましたが、ちゃんと見た？ないですね、はい、私も見なかったんですが、はい、あのね、オリンピックのテーマソングご存知？たんですか？知らない。今年はなんかさごちゃごちゃしたんじゃないの？なんかさ、いつもああいう特殊なスポーツ大会がある時って、まあ、大体ね、そのメインの曲がゆずのあれとか、そうでしょ、ね、あれのあれとかっていうのが大体覚えてなんかあるじゃん。じゃあオリンピックニュース番組でもさ、うん、おはで次スポーツオリンピックコーナーですって、はいはいはい、テーマソング流れたりするじゃん。楽曲あったりしましたよね、うん、なんか印象に残ってるのあります？これまでで、今回で、今回じゃなくて歴代、あれ生き物係のなんだっけ、生き物係オリンピック歌ってた、あったじゃん、なんだっけ、風が吹いてるだけ、知らない。まあそれゆずのあれね、栄光の架け橋、そう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 、あと大黒摩季、あああれな、エディバディゴーゴーみたいなのあったね。でもやっぱね、やつそれ、やっぱ一番ね、オリンピックのね、はあ、歌で一番なんか成功したのはトワエモアじゃない？どれ？あの、なんと、雪と虹のバラードだっけ？どんな歌？札幌の歌あ、冬季五輪の時の？うん、へぇ、ちょっと思い浮かばんの、ね、いい歌だよ。あ、そう、うん、まあ、トワエモアとかでなんかこうなんか落ち着いたメロディーで、うん、やれやれっていうような感じではないですけど、うん、なんかこれからオリンピックと僕たち一緒に輝いていこうみたいな、はー、うん、街ができる真っ青な空にとか、なんて、雪と虹のバラードだったと思いますが、うん、トワエモアはいいよ。いやもう絶対悪いと、ね、今はもう秋だしさ、そうだ、ね、誰もいない海だしさ、でさ、今回の東京五輪ってないの？こんだけ東京東京でやるって言ってんのにさ、どうなんだっけね、どういう経緯だったのかね、なんか知らないなと思って、まあとことんまでバタバタしましたからな、うん、それどころじゃないし、で友達ね、オリンピックのボランティアやってきて、その体験談は別番組で、ケリーさんの別番組でちょっとお話ししてるんですけど、なんかね、聞くとね、私たちが認識している以上にちゃんとしてたみたいよ。ああ、そりゃそうでしょ、その感染症対策とかは。そりゃそうでしょ、ね、うん、だからもっと感染なんか抜け出してなんかしてたとかさ聞きますけど、うん、まあそういう残念なこともあるけど、ごくごく微々たるものらしい。まあまあ、その扱いっていうのはそのね、うん、枝葉の話を大きくするんだから、まあそうでしょうけど、それは総じて 99% は成功なわけでしょう、うんうん、だからもうほんとね、そのなんていうの、登録商法とかスポンサー対策とか、でそういうのはすごく厳しかったんだって。いや、そりゃそうでしょう。でその選手が食事するところにね、なんかこう日本らしい飾り付けするでしょ、はあ、で今年のオリンピックパラリン、今回の東京オリンピックパラリンピックの、はあ、あのキャラクター名言えます？ピンクの子と青い子でさ、それをね、2つのキャラクターを絵描いて、はあ、ほら日本で黒板とかホワイトボードに絵描いてさ、するじゃん。そしたらその今はオリンピックなんでパラリンピックのキャラクター使っちゃダメって言って消せって言われるんだって。あでも折り紙を
で、こう飾っては、はい、これは日本文化なので、うん、いいことですって OK もらうんだって、うん、なんかすごいチェックされてたらしいですよ、うんうん、で逆に観客いないんで、うん、なんか金メダル取った人とかすごく気さくに写真撮ってもらってた。あーあへーというのでな、うん、なんか行ってきた人はいい勉強してきたみたい、体験してきたみたいですけど ね、まあまあそう中に入ればまた見え方違うでしょ、うんうん、まあですね、ケリーさんはいつものこう見たい番組、聞きたいラジオ番組がことごとく中止になって、放送が。そうね、私はそれが大変不快で不快っていうな、うんうん、こうちょっとペースを乱されるのがちょっと嫌なタイプなんですね。まあね、一応でも滞りなく終わったんじゃないですか、はい、こういう状況の中では、まあ、ねえ、ね、まあ歴史に残るイベントだったようですね。はい。他人事や。ごめんなさい、無関心だとここまでですね。まあね、ライブの中継で見たもんなんかないね、僕も。ない。チャンネル回したらやって。ニュースでちょろっと見た金メダル。もうさ、すごいの、誰かがメダル取ったっていうニュース続報がメールで届くんですよ。まあうるさかったね。うん。はい、本当スポーツ興味ない人はこういう感じじゃないかなと。まあ、でしょうか、うん、まあ、はい、そうですかって話です、ね、さあ、そんなスポーツより気になるのは金のシャチホコですよ。金メダルじゃなくて、はい、シャチホコ。あ、今日綺麗に、はい、で、この前回からね、ありがとう首都愛知県、さようなら、はい、名古屋、はい、の特集としてですね、名古屋城の金のシャチホコを特集しております。参考元はですね、名古屋城金シャチ特別展覧公式ガイドブックという本から、これ名古屋城金シャチ特別展覧実行委員会が、発行、中日新聞社が編集した本を参考にさせていただいております。で、前回はですね、主に江戸時代の金のシャチホコの維新を迎えて一応保存が決まったってところまでですね、はいはい、江戸時代の様子と明治維新の頃のね、うん、話をしました。その後の話ですね、取り壊しは免れたってことね、はい、で金のシャチホコは東京の皇居に今おりますよ、うん、皇室に献上されたんですね。尾張藩のまあ八藩寺から、はい、そうやね、皇室に献納されたはいってところまで紹介しました、うん、で今回その後ですね、紹介します。明治5年、うん、1872年3月10日、はい、東京の湯島聖堂で、うん、日本初の博覧会が開催されます。内国官僚博覧会かな。そうね、うん、これ日本最初の何ちゅうの、今で言うとモーターショーとかゲームショーみたいな感じ。いやいやいや、もっと規模が広いの。いや、でかいでしょ。万博まではいかないけど、万博じゃないけど、うん、そこでです ね、日本史の教科書に出てくるぐらいの大きなイベント出るでしょ。湯島聖堂のあたりで、そんな湯島聖堂だけじゃない、そっほら何とかパビリオンみたいな、うん、まあ巨大大イベントするんですね、うん、でここでですね、この博覧会の違うな、ごめんなさいそれとは違いますね、あ、うん、それにしても、まあ、まあまあまあでかい、うん、当時の政府としては規模ので大きな、はい、イベントをしたわけですね、はい、この博覧会の目玉としてオスの金のシャチホコが展示されます。ああ、ついじゃないんだ。はい、押すだけ。へー。で、この名古屋城の金のシャチホコを間近で、はい、一目見ようと、会場は大混雑します。東京なのにみたいな。東京で見られるってすごくない？当時として。今でも。そうか、逆にか。うん。で、あの金のシャチホコの存在は、まあそうだね、知られ全国的に知られてるわけでしょ、うん、なるほど。それが本物がさらに地上で見られるわけでしょ、うん、なるほどね。名古屋まで行かなくて、ね、うん、名古屋に行っても当時見られないわけでしょ、まあ、上にしかないですからね。だから大混雑、入場制限を行うほど、
です。で、さらに、会期も20日間延ばします。ごめんなさい。本当はこのイベント、20日間のイベントだったんですが、うん、1ヶ月延長、うんうん。なので、それぐらい人気を博したイベントで、うんうん、1日ね、3000人ぐらいが見に来てくれました。はい、延べ15万人が、観覧に来てくれて、博覧会は大成功を収めたそうです。うんうん、で、この金シャチの展示は、明治新政府の戦利品という性格もあります。なるほど。名古屋城のシャチホコだから、うん、江戸幕府のものが、明治政府主催のイベントで見せるっていうのは。まあ、御三家だしね、うん、まあ、徳川の象徴でもあるわね、確かに。だから、今は誰が国を仕切っているかと、うん、知らしめるのも絶好の勝ったんだぞって言ってましたね、はい、これきっかけ、このイベントきっかけにですね、毎年のように全国で地域博覧会が開催されます、うん、ケリーサンシティでもねやったそうよ、なんか地方紙を見ると、地方この時期に、この時期かな、なんかあるじゃん今さ、昔の写真だけ見せられて、なんかタレントとかが今はこの写真、今で言うとどこになるか探してごらんみたいなさ、旅するような、ああ、うん、はいはい、そんなんでなんか やってたよ、うん、で、その博覧会はどこだってやってます、うん、で規模大小そうですね、含めてね、うん、で、このオスのシャチホコはですね、うん、全国巡業します、うん、明治7年5月には愛知物産博覧会、里帰り、6月には金沢博覧会、うん、そして北陸西日本も各地を回って、明治8年1875年には大分に行きます。うん、本当に巡業してますね、うん、はい、明治6年1873年です、うん、今度メスのシャチホコちゃん、うん、メスのシャチホコちゃんですね、はい、メスはですね、うん、ウィーン万国博覧会のに出品されます。オーストリアに行っちゃいます。日本文化を紹介する出品物の一つとして、うん、シャチホコが海を渡ります、うんうん、これほら渋沢栄一さんはパリ万博に行ったじゃん、行ってましたな、ドラマで、うん、その後ぐらいがウィーンなの、はあ、まあそんな次の次ぐらいかな、うん、今5年おきだよね万博ってね、そうね、まあ、5年おきだからちょうどそんなもんね、うん、次大阪ですものね、2025年ね、決まってんだっけ、決まってますよ、大阪は決まってる、はい、あ、そっちの方が楽しみ、あ、そうなの、万博楽しくない、根っからの文系だね、はい、ふーんっていろいろ見るの楽しいですね、はい、まあメスはオーストリアウィーンに行きます、はい、明治6年1月30日に横浜港を出港して、うん、3月23日にウィーンに到着、はい、はい、金シャチは目玉展示となります、うん、ちなみにこのウィーン万博はですね、うん、来場者が722万5千人だったそうです、すごいね、当時としてはすごい数じゃない、すごいでしょう、愛知万博が延べ2000万人だったんですって、でもうちょっと規模のでっかい万博がその後の上海、はあはあ、あそこだって大阪万博の6000万人を超えたって、まあ人口がね違いますからね、ですので、まあ、当時のヨーロッパの人口考えてもまあ相当すごいんじゃないですか、ね、この金のシャチホコ見たさっていうのもあったのかもね、まあ、まあそう全員がそうじゃないでしょうけど、だって何かあるじゃない、大阪万博の時なんかやっぱ月の石見たさみたいなのあったじゃない、僕はちょっと大阪万博まで生まれてなかったですけど、70年とね、うん、
あの花博じゃなくてね、花博、大阪花博行ったよ行ったけど俺もあれ、何目玉あの、なんだっけ音質みたいなやつじゃない、ラフレ、僕ラフレシア見て、はい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 、おおってなんだっけ覚えてる、ラフレシアが確かに前面に出てましたな。あとさ、なんかやっぱあるじゃん。で、愛知の万博の時はマンモ、冷凍マンモスだったんですよ。はい、床切るマンモス。本当にあの肉が、あったね、うん、冷凍された肉。鶏漬けになってたんですね、うん、あの。5、6回見たもん。あんたよう行っとったな。うん、行きましたね。バカみたいに言ってたね。まあ、いろんな諸事情もあって何回も行くんですけれども、ね。だから、やっぱそういうので、こう、金シャチも金シャチじゃないでしょ、活躍したんじゃないでしょうかね、ウィンのなんかなんじゃないの、はあ、さて万博が終わってからですね、ほう、明治7年1874年3月20日、うん、フランスの郵便船、郵船、フランス郵船ニール号で、はい、他の日本の展示した品と一緒にですね、うん、乗って、ヨーロッパ立つんですが、はい、もうすぐ日本に着くよって時、伊豆半島沖で暴風に遭いまして、ニール号は座礁して沈没しました。マジか。はい。金シャチさんも、やばいじゃん。と、心配されたんですが、実はですね、ニール号は香港とかに途中で立ち寄るわけでしょ、うん、そこでね、なんか諸事情があってね、金シャチだけね、香港にね、残されてたんです。へー。他の品はもうダメなんだけど、金シャチはですね、うん、後の船便で帰ってくるので、無事だったんです。すごいな。運がいいというか。火事にも合わないし、すごいんだね、はい、やっぱり金シャチって、うん。このね、オスは全国行脚して、うん、メスはヨーロッパまで送られて、うん、さ、金シャチの出身地の名古屋ではですね、うん、名古屋ジンクというね、はい、歌が口ずさまれるようになります。うん、現代語訳なんですが、うん、あの、文明開化の世となり、高い城から下ろされ、うん、縄にかけ、離れ離れの箱に入れられ、うん、蒸気船に乗せられ、博覧会にさらされ、幾十万の人々にシャチ、シャチと指を刺されるという内容の歌が流行ったそうです。あの、口語訳ね。うん。本当はその七五調の。とか、はい。人口になるわけね。はい。まあ、名古屋にとっては誇りの金のシャチホコが、まあ、不当な扱い。かわいそうじゃないかということで、不満の声がこのような歌にまでなっているんですね。うん、で、名古屋ではですね、金のシャチホコ復帰運動が盛り上がってきます。名古屋の資産家たちが宮内省に、経費は私たち有志が負担するので、うん、金のシャチホコを名古屋に戻してもらえないかと願い出ます。うんうん、これが明治11年、6月のことでした、うん、で9月4日に許可が下りてシャチホコは帰郷します、うん、名古屋に帰ってきます、うん、オスはですね、愛媛県の博覧会終了後船に乗って、この年の明治11年の10月に熱田に、うん、名古屋に着きます。メスはですね、ヨーロッパから帰ってきた後、うん、東京の博物館に陳列されてたんですって。で、10月20日に東京から名古屋に帰ってきます。で、メスはですね、ヨーロッパにまで行って、うん、大変旅の疲れが出てたようでね、39箇所の傷があったそうです。うん、最大で 16.5 センチ。幅9センチの傷があったそうです。へー、大きいよね、うん、バカでっかい傷ですね。で、これね、メスは10日間かけて補修されました、うん、で、明治12年8月、明治12年の2月に金のシャチホコは名古屋城の天守に戻りました、うん、随分この10年ぐらい名古屋を留守にしてた、うん、よく帰ってきましたね。
まあまあある意味、うん、日本の誇りとして頑張ってくれたという、はい、誇らしいっちゃ誇らしいけどね。でこの今後この後ですね、明治24年名古屋地方は濃尾地震という大きな地震があります。ありますね。これでちょっと城自体がちょっと被害を受けます、うん、で明治26年にはね、名古屋城は陸軍、今陸軍の管轄だったんだけど、うん、宮内省の、うん、に移管されて名古屋離宮という施設に変わりました、うん、はい、で昭和5年、1930年に名古屋市に下賜されます、うんうん、名古屋のものになったんだね。国のものから、皇室のものから、うん、陸軍のものから皇室のものになって、皇室から、まあ、名古屋市に下げられます、はい、で名古屋城の城郭として、名古屋城は城郭城として初めて国宝にこの時指定されます、うん、で明治、ごめんなさい、昭和6年からは一般公開されるようになりましたと、うん、この辺からちょっと今っぽい感じになるんですね、まあ、昭和ですよね、うん、さてやっぱり金のシャチホコ、ゴールドでできてますから、うん、狙われるんですね、盗まれるんですね、うん、はい、江戸時代、前回紹介した江戸時代は物語だったんですが、はい、近代はですね、本当に盗まれたようです、うん、4つ事件があります。明治9年ですね、東京の博物館に展示されていたメスの鱗が3枚、うん、山田何菓子さんという27歳の士族が盗みました。いつぶして指輪などにして古物商に売りさばいたところに足がついてお縄を頂戴しました、うん、だからもう鱗でもないんですね、金の塊を没収した感じになるのね、潰しちゃってるからね、うん、最低ですね山田さん。昔なんか網ついてるね、網ついてた時ありますね、うん、でこれ東京の博物館に展示されてるの。ああそうか、これは、うん、そうか、下ろされてる時、そう、はいはい、明治11年ですね。天守に戻す作業中に鱗が盗まれていることがわかります、うん。犯人は陸軍の兵卒と新聞に書いてあるんですが、記録が残っているんですが、うん、詳細は不明です。が盗まれてたようです。昭和12年、昭和の金助事件っていうのが起こりまして、さっきの歌舞伎のあれですね、金助って。うん、前回出たね、うん、犯人はね、佐々木何菓子さん、何菓子でも名字ですね。この人は大阪在住40歳の男性です、うん、昭和12年1月4日一般の参観者を装って名古屋城内に入り、天守に身を潜め夜が更けるのを待ちました、うん、深夜折しも名古屋市が実測図作成のために組んだ足場を伝って金シャチまでたどり着き、ペンチで金網を切って金の鱗58枚を剥ぎ取りました。鱗を風呂敷に包み抱え、タクシーで名古屋城から名古屋駅へ、うん、そして夜行列車で大阪に戻りました、うん、これ盗まれたのが1月4日ね、うん、で1月6日に盗難されていることが判明しました。佐々木さんはいつぶして、この鱗をいつぶして延べ棒にしちゃって、うん、金を、この金、いつぶした金の延べ棒を大阪の貴金属商に売りさばこうとして怪しまれて、1月24日に逮捕されます。うん、佐々木さんはですね、盗みの前科があって、ほう、名古屋刑務所に服役してたそうなのね。で、同室の仲間に話のヒントを得て犯行に及んだそうです。うん、懲役10年の刑です。ああ、はい、まあそうか。20日で、
この時代でもこんだけで捕まっちゃうんですね、うん、さあもう一個がね、うん、ちょっと戻るんですが明治4年ですね、宮内省に献納するため天守から下ろしましたよね。前回その話しましたよね、うん、で保管する作業の過程で陸軍の番兵が鱗を3枚盗んで、この兵隊さん極刑に処せられたという文献がありますが、うん、詳細は不明だそうです、うん、まあ、一番有名なのはこの佐々木何賀さんが一番、あ、これはね聞いたことあるね、ド派手にやってくれたんですね。こんなこれ鱗取れるんかね、引っこ抜けるかしら。じゃあうちも見たんだけど全部一枚板のように見えんだけど ね刺さってるって言ったわけじゃないよ、魚の鱗みたいに。でもこう鱗の形でこう釘で貼り付けてあるんじゃない、引っぺがす感じなんだよね、うん、はいはい、うん、さて次はですね、はあ、金シャチの最後です。最後、はい、昭和20年になります、うん、戦争が随分悪化している時期なので金シャチのね、疎開をすることが計画されます。空襲の合間を縫って、足場を組んで、うん、メスをね、まず天守の2階まで下ろしました。で、5月14日、うん、今度はオスも下ろそうとしてたんですが、この時に空襲。米軍が襲ってきました、うん、この日午後7時頃から名古屋空襲が始まります、うん、8時頃名古屋城上空にも B-29 が飛来します、うん、8時20分頃焼夷弾がこの足場、シャチホコを下ろす足場に引っかかって燃え広がります、うん、10時10分、天守は燃え落ち、金のシャチホコも運命を共にしましたと。へー、あっけない最後ですね。ちょうどまさに下ろしてる作業中だったんです、うん、名古屋城の本丸の屏、うん、え、なんだっけ、屏風じゃんとかさ、なんだっけ、あの障子じゃないやな、ちょっと襖とか、ああいうのを疎開させてたんだよね、あ、本丸のね、うん、御殿のね。だから金シャチも、だから金シャチは大変だよね、そんなすぐに疎開できないですものね、うん、で、メスの残骸は空襲の後に発見されます、うん、で、翌年昭和21年に進駐軍に接収されます、うん、アメリカに取られちゃったんですが、うん、昭和42年に6.6 キログラムの金塊となって名古屋市に返還されました。マジか。はい。で、この 6.6 キロの、金はですね、実物の20分の1サイズの大きさのシャチホコ型の竿頭、うん、あの旗の、ね、あの頭のところの、うん、その金のシャチホコになってるんですって、うん、それになって残りはですね、直径 25.2 センチ、高さ 22.3 センチの茶釜になりました、うん、で、それは今日も保存されています。はいはい、なので、江戸時代に作られた金のシャチホコは今は茶釜と旗頭になっています、うん、で、戦後の敗戦後の混乱が落ち着くとですね、名古屋城再建を望む声が民間から上がってきます。で、名古屋城が再建されます。うん、これ昭和32年6月のことです。うんうん、それが今現在、2021年現在ある名古屋城ね。そうね。うん、コンクリートの、うん。そのうち取り壊すみたいですけれどね。木造ってね。うん。うん、で、金のシャチホコも、復元、うん、復元でいいのかな、あと、二代目のシャチホコが作られます。オスはですね、昭和34年に
完成します、はい、でね、大阪市東成区の大谷相模常駐場所っていうとこが、大谷相模の城駐場所、あ、そうですか、うん、相模の城、相模の城っていうのがそのそういう会社ね、まあまあ名前っていうか、うん、会社みたいなとこでしょ、まあまあそうね、うん、でそこで大阪で生まれるんですね、うん、で昭和34年3月20日に大阪を出発、大阪、京都、大津、亀山、四日市と、まあ、国道1号線を走ってきてるってことでしょうね。まだ名神ないでしょう。国道1号線を通って、うん、3月20日夕方に名古屋に入ります。うん、で、翌日21日と22日は市内パレード。名古屋市内をパレードして、うん、で、28日には、名古屋の名城祭り。名古屋城って略して名城っていうのね。名城公園ってありますね、うん。名城祭りにて一般公開されたそうです。で、メスもですね、昭和34年7月に完成して、8月1日に大阪を出発。うん、で、8月2日は京都をパレードします。で、8月2日の夕方に名古屋に到着します。うん、で、8月6 5日にメス、8月6日にオスが天守に取り付けられて、今日に至る、うん、ということです。はい。なので、戦前まであった金シャチと、今の金シャチ、ちょっとサイズが微妙に違ったりとか、あ、そうなん、違うんですね。うん、それも語り出すとまたかかるのでもうちょっとやめますが、全部 図が残って、記録が残ってて、はあはあ、うん、実測してんだもんね、はい、ちょっとオスもメスも微妙にサイズが違ったりして、もうちょっと説明するのが大変なんですけれど、うん、アメリカ軍ひどいね、なんか残骸を金塊にして返しちゃうって。でもさ、焼けたただれたものにもらっても困らない。いや、そんなことないでしょ。そうですか、歴史的なちゃんとした遺物なんだ。ちなみに初代の金シャチは金の部分ね、うん、がオスメス合わせて320キロあったそうです、うん、すごくない320キロって。そのうち6キロだけなんだ、帰ってきたの、うん、でもさ今さ金ってさ、うん、1g さ6000円ぐらいよ。6000円かける、わかんない。もう相当な価値があるわけですね。そういう問題じゃないですか。いや、ちなみに、現在の2代目はですね、これ、オスメス合わせて、90キロ弱ですね。ずいぶん少ないよね。うん、やっぱ昔はそりゃ盗むわね。幕府、尾張藩の財政に当てるわね。さ、幕府が作ったっていうのはさ、名古屋市ごときが作ったじゃ違いますね。そうね。はい、やっぱ戦争は残虐ですね。このね、資料を見てるとね、名古屋城が燃えてる写真とかもきちんと、残っております。火事にも生き残り、船の座礁にも生き残ったけど、焼夷弾には勝てなかった、ね、勝てない。これガソリンなんでしょ、焼夷弾って。ガソリン、まあいろいろですね。え、戦争はダメです、うん、はい。じゃあ足場組んでなかったらコロコロンみたいな感じだったのかもしれないね。うん、うん、でもいつかはやられるでしょ。うん、どうなんでしょうな。あ、名古屋も何回も空襲あってますよね。もちろんあるけどね。うん、いや、でもその時は最善の策だと思って一生懸命やってたんだよね。なんであと1週間早く疎開させなかったんだよって話だよ。いや、もしかしてアメリカが狙ってたか。あ、それはもう丸ばかりでしょ。あ、でもさ、本当に清修しようと思ったら燃やさなきゃいいじゃん。いやいや、そういう意味じゃなくて、こう、なんか繊維をくじくために、あえて名古屋城をこう、まあ、それはありですよね。シャチごと燃やしちまえみたいな。はい。
名古屋は、終わりは名古屋の金のシャチホコのね、物語でした。これにて一巻の終わり。はい。さあ、お便り参りましょう。はい。石原さんからいただきました。石原さん。はい。はい、旅と旅行を絡めて楽しそうに語られるケリーさんと水月さんを習って、備中高山城跡に行ってみ、備中高松城跡に行ってみました。何もないところだと聞いていましたし、私の予備知識も、秀吉が水攻めして急いで京都に帰ったくらいであまり期待していませんでした。うん、ところが実際現地に行ってみると、この広いところに水を溜めたのかと感心したり、秀吉と黒田官兵衛がここに座っていたのかなどと思いを馳せたり、ただ脇役ぐらいに感じていた清水宗春の首塚が大事にされていて英雄のような扱いを受けているところにも感心したりしました。うん、ところで私が配信するポッドキャスト内で勝手におもれきの弟子番組を名乗っています。今後番、今後も、番組内でおもれきの宣伝活動を行っていきます。今までラジオなどにお便りを出したことがないのですが、文章がケリーさんに読んでいただくことを想定した、筆遣いになってしまいます。皆さんもこうなのでしょうかといただきましたと。はい、はい、ありがとうございます。備中高松に行かれたんですね。岡山ね。やっぱなんちゅうの、その水攻めした後って、わあ、そうそうそう、たくさん残ってる。高台から見るとやっぱりこう川をせき止めたね、こう包みがね残ってです。ああ、じゃあ何ですか、その包みの中に高松タウンがあるの。そうそう、川をせき止めて、その川を溢れさせて、こう城に水を張っちゃったから。で、そういうとこを見れるとこが整備、公園みたいな整備されてる。まあ、これ結構実際歩けばそういう地形とかがね、わかるんで、面白いです。行ってみるからこそわかる、うん、いい体験ですね。すごいよね、600年とか前のものがこう、普通に600年もないか、400年か、うん、にしても、いいものを見てまいりましたね。そうね、はい、ね、あのどんどんあの弟子番組としてどんどん宣伝活動もね、うん、あのしていただけるように頑張ってください。はい、よろしくお願いいたします。はい、さて続いて北条政子さんからいただきました。天将軍。はい、皆様こんにちは。先日某英語テストの会場が小田原城のすぐ近くだったので、久しぶりに城内に行ってみました。うん、以前もそのテストの会場が小田原の山の中にある大学施設だったので、駅から20分以上歩きましたが、その途中に、これは戦国時代の小田原城の遺構です、という解説版とともに、堀切のような遺構がありました。うん、それをきっかけに戦国時代の小田原城と今日のそれが別物だと知ることになりました。うん、逆に今回は現在の本丸のすぐ近くに立派な障子堀があったので再び感動しました。うん、いつかちゃんと小田原遺構探索をしてみたいと、障子堀や小田原攻めについての YouTube 動画を見ましたが、コメント欄では秀吉の小田原攻めに対する様々な熱い考察が飛び交っています。うん、北条側の時勢を読めなささ、伊達が味方すれば勝てたか、うん、家康がどうのこうの、最近の研究では、秀吉は楽勝ではなく、実は義理で勝ったという説が有力になっているとか、私が自然に同意できたのは、小田原攻めの結果がなかったら、後の徳川による大阪の陣はなかったのでは、というコメントでした。うん、家康が天下を取らなかったらどうなっていたかという、実は本能寺の変よりも重要なターニングポイントだったかもしれないですね。うん、
また私は小田原と鎌倉の間で生まれ育ったので、北条氏があのまま小田原にいて関東を支配していたら地元も今とはかなり違っただろうなぁと関心があります。後北条氏は元祖武士の都である鎌倉を大事にしていたから神奈川県沿岸部はかなり栄えていたかもといただきました。小田原城って今の小田原城と違うの？近世のお城とそれ北条氏のお城は違います、ね、あ、そうなんですか、うん、北条さんの小田原城の後 に今の小田原城一部はね、それは使ってはいるでしょうけど、うん、今あの駅降りて小田原駅降りて駅の、ね、すぐ横丁にありますよね、うん、あれは江戸時代の近世の江戸城、あ、そうなんですか、小田原城でしょ、あ、知らなかった、うん、じゃあいつも大河で見てる小田原城は違う場所にあるんですね。もうね、もっと総構えってことで町全体を囲う城ですから。え、江戸時代は誰が小田原、大久保家ですかね。ああ、うん、だもう審判大名、審判譜代大名ですか、うん、へえ、そうですか。でみんなで かまぼこ作ってた。誰が、え、小田原の人ってかまぼことウイルを作るんでしょ。ええ、いいんじゃないでしょ、うん、なんか前ね、昔いただいたお便りで、なんか、お薬のね、ね、ウイローさんもあるってね、うん、いただいたことありますけどね。またね、小田原レポートをお待ちしております。はい。はい。さあ、続いてサイクルマンさんから。サイクルマン。おもれきの皆様、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。うん、NHKBS の大河ドラマアンコールの、うん、太平記が終わり、うん、黄金の日々が始まりました、うん。黄金の日々は1978年に放送されたそうです。はい、主なキャストが、六代目市川染五郎、今の白鵬さんね。そうですね。白鵬。かな、うん、はい、ね、他に丹波哲郎、うん、尾形健、根津甚八、川谷拓三、うん、林隆三、栗原小牧、うん、夏目雅子など大体死んでますな。さすがに古いですね。40年前だもんね。はい、物語の主人公はルソン総左衛門、助左衛門、助左衛門です。全く知りません。全く知りません。でも、三谷幸喜が大河ドラマの中で黄金の日々が一番と言っていたとか言わないとか、楽しみですといただきました。この、松本幸四郎さん。まあまあ、そうですね。うん、我々は幸四郎さんですね。が、ルソン助左衛門やってて、うん、それ、ね、真田丸に出てきたよね、ゲストで。幸四郎で、うん、あ、そうだっけ、一、うん、回だけ秀吉のところに秀次の娘さん引き取るんだっけ、うん、なんかそれなんかフィリピンになんか一回逃げる時にチラッと出てたんだっけ、うん、出てたよ、うん、一話だけね、ゲスト出演で、はいはいはい、でそれでちょっと話題になりましたよ。あ、そう、うん、だから30年40年ぶりに。だって最近出ないじゃんね、松本さんってね。幸四郎もあんまり出ないですね。まあ舞台でね、いろいろされてますけど、うん、コマーシャルでなんか内田有紀と老けたね。まあどっちが、内田有紀が、内田有紀いいおばさんになってるけどさ、そりゃさ老けたどころじゃないでしょ、もうおじいさんでしょ。おじいさんですよ、うん、だって松たか子とかのお父さんでしょ。そうそうそう、まずとかことか、ありのままに年取ってるんだからね。ありのままに年取ってるね、うん。いや、それは年取ります。確かにね、うちもね、この間なんか古いドラマ見たの。はあ、やっぱみんな若すぎ。どういうこと？そらそうや。うん。なんで、あれが蒲田行進曲みたいな、ドラマじゃない、映画。あ、うん、はいはい、あれも3、うん、30年前じゃん。若い、まあ、そりゃそうだわね。そりゃそう。うん、いつの話やねん。なのでね、まあまあ、それが、まあ、それを楽しむのはまた一つですよね。だから、この当時、跳躍だったのが、今もう大御所級の俳優になってる人たちだっていらっしゃるでしょうしね。後にこう主役を張る人もいるんですよね、脇で。
ね、また楽しんでください。我が家はあの BS 見られないので。マジで、はい、こういうの見られないです。はい、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、うん、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。